こんにちは、新しい友達。私は原稿は手書きで、三菱鉛筆のユニボールシグノフト字を使っている。このボールペンはなかなか描きやすい。ところで、三菱鉛筆は三菱グループの会社ではない。会社式法を開くと、設立は1925年4月とある。三菱が岩崎家の三代秘師の紋所に由来する三菱を名乗る以前に、すでに三菱鉛筆は存在していた。だからみだりに三菱の名を付ける会社を監視する三菱商標事務打ち合わせ会でも排除できない。三菱グループには三菱重工業、三菱商事、三菱電機、三菱自動車など三菱の名を冠した鑑賞会社と、東京海上ホールディングス、日本郵政、ニコン、明治安田生命等の非鑑賞会社がある。要するに三菱と名の付いた会社と、ついてはいないけれども三菱グループの会社とがあるということである。ある幹部は、財界というのは三菱に対抗してできたものなんですよと言っていたが、確かに経団連会長には三井系の東芝出身の石坂泰造や土光利夫がなっているのが目につく。三菱が特別である例としては、1970年代に財界に中国ブームが訪れた時、当時の三菱重工業社長牧田与一郎が餌を見て無定権に尻尾を振るのは貴族の商法だと抵抗し、そんなことをしているとバスに乗り遅れると言われると、心配するな、俺の会社ではジェット機を作っている、バスに乗り遅れて困った時はうちの飛行機で送ってやるさと豪語した。事実、後から中国に接近した三菱が大逆転を果たすのだが、中国側もやはり三菱を特別視していたのである。よく鉄は国家なりと言われる。しかし、むしろ良くも悪くも三菱は国家なりなのだ。そんな三菱の名を冠しながらグループ企業ではない三菱鉛筆があるというのが面白い。次のオーディオビデオでお会いしましょう。